ピンほどではないが地味に強いソニックのフォーミングアタック。シリーズごとに性能を紹介してみる。X の ND、スピン状態で浮き上がってから斜め下に急加速。前作では空中状態から急加速する。 3D ソニックでの基本技のストック。その名の通り相手が近くにいるとフォーミングしてその方向に突進していく。当たると跳ね返って空中状態に。威力は低め。アイテムは監視しないが、XP モードのターゲットは監視する。相手が崖近くにいれば復帰に活用することもできる。監視する範囲は上下前後でこんな感じ。正面距離だとちょうど終点の中央から端まで届く。背面だと3割ぐらい落ちる。さっきから見てわかるが発生が遅すぎて生きられやすい。Pの追加免疫で少し早くできるがそれでも30益かかる。しかもガードされた場合かなり不利益が長く拡散を受けやすい。バインド時3人に動けるので多少リスクを軽減できるが基本位置から対応される。カウンターに強いという特性はあるが向こうの後引きは取れないのであえて狙う意味がない。真上から狙うとガードモレを狙いやすいのはメリットか。直前で回避された場合は地面に激突しバウンドして 39F の隙を晒す。激突せず察知してしまった場合はさらに長い 41F もの隙を晒してしまう。一番ひどいのがフォーミング精度がガバいこと。離れる。上に動く相手にはまだマシだが、近づく。下に動く相手にはかなり光る。場合によっては相手が棒立ちしてるのに当たらないことも多々。集中の MZP が 215% と吹っ飛びの重いし、一番現実的な使い方は相手のキャッチ紙を逆に刈るのに使うことか。今後ではスピンから踏台に繋いでそこからフォーミングを当てられる。シリーズで唯一空中で連続で出せるためちょっとした使い方ができる。X では壁や天井に密着した状態で ND をするとその場でバウンドする。天井だと連続で発動可能で終点の下に潜って遅延行為をすることも可能。相手の位置取りで飛ぶ向きが変わったりするので永続はできないが、ライトならピンクだなどをかわすのに便利。棒のフォーミングアタック、発生が早くなっており早出しで 8F 短縮。最大ためでもなく短くなっている。威力は早出しだと落ちているが最大ためだと 4% 上昇。ムエム月給はこの通りで貯めれば月給レベル2。まだサーチ精度は高いが、発生短縮の効果は著しく、相手のちょっとしたアタックに立てるようになっている。いつでもの噴火で原作の噴魂に加え、普通に横に垂らせ引き投げできるようになったのもでかい。空中で出した後の落下速度が上がっており、復帰利用できなかった時などのリスクが高くなった。この先から空中で連続で発動することはできないため天井に張り付いたりなどはできなくなった。スペシャルのフォーミングアタック、相手を狙うとき6円のカーソルが表示されるようになった。最速発生がさらに 7F も速くなり X からはちょうど半分になる。それで威力も 7% と原作より高め、逆にため可能時間もかなり長くなっており、最大発生は 82F という長さで威力もその分高い。ムエム月給はこの通りで最大ならかなり強い方。棒の最大発生が同じため時間で放つと 232% 月給でため効率自体はそうより悪い。ためなしが低い位置で出せることと判定も拡張したことで原作より多少スカリ低くなっている。この発生を自らかわすのはかなり困難だが、その代わり相手に当たらず地面にバウンドした場合のアタックが 6F 増加しており、平面だと発生で着地式が発生するようになっている。着地式自体は GF 減っているがそれでも長い。読みで回避を通されると着地式を垂らすためリスクも大きい技になった。崖際で外側に落ちれば着地しないで済むのでリスク減。ヒットガード後はバウンドが低くなっており相手から離れにくい。ヒット際での継続になるのでメリットだがガードの場合はリスクになる。ただそうよりアタックが 5F 減っており実質的なリスクはトントンづらい。次が 21 から 16F ありまで相手がしっかり見せれば拡散は取れるが、ダメなしだと一瞬の出来事なので見逃すことも多い。フォーミング範囲は前作より少し落ちたか。終わり。